本日も見える旅ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、近鉄全駅シリーズをやっていこうと思います。鈴鹿線にね、乗車していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。ということで、伊勢若松駅前にやってきています。本日はですね、この駅からスタートしていきたいと思います。駅前はね、こんな感じになっていまして、出入り口はですね、1箇所となっています。それではね、早速入場していきたいと思います。ただいまからね、乗車します鈴鹿線のね、平田町行きの電車に乗車していきたいと思います。ただいまから乗車していきます。鈴鹿線の列車はですね、3両編成での運転となっています。列車はですね、伊勢若松駅を出発していきます。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は平田町行き普通電車です。この電車はワンマン運転です。画面前のね、名古屋線とここで分岐をしていき、方向が変わります。優先座席を設けています。優先座席では、お年寄りや体の不自由な方、妊娠されている方に座席をお譲りください。ご協力をお願い。鈴鹿線最初の駅ですね、到着しました駅は柳駅です。駅構造はですね、一面一線の防線タイプの駅となります。柳駅はですね、改札はありませんので、道からそのままホームに入る形となります。でこちらが正面となり、ご覧のようにですね、このままもう道路に直通といったような感じですね。伊勢若松行きのね、列車が入線してくるようです。踏切をね、渡りまして、こちら側からね、ちょっと駅を撮影してみました。それではね、続いての駅に参りたいと思います。日もね、だいぶ暮れてきましたね。続いて到着しました駅は鈴鹿市駅です。撮影日変わります。再びね、鈴鹿市駅から乗車していきたいと思います。駅はですね、2面2線の相対式となっています。またですね、鈴鹿線では唯一のね、列車交換が可能駅となります。こちらですね、鈴鹿市駅前になります。駅舎がね、結構立派なんですよね。でご覧のようにですね、駅の中にファミリーマートもあります。
それではホーム戻ります。向かいにはですね伊勢若松行きの、普通電車が止まっています。それではね次の駅に向かいます。到着しました駅は三日市駅です。駅構造はですね一面一線の防線タイプとなります。こちらの三日市駅もですね柳駅と同様に改札はなく、道路にね直結していますので少しね出てみたいと思います。近鉄三日市駅というね正面の看板がありますね。それではねホームに戻ります。ご覧のようにですね IC カードの簡易改札と運賃表ですね。でこちらには時刻表です。で次に乗る列車なんですけど1本だけねご覧ください。オレンジのマークがあるんですよね。これは唯一鈴鹿線で走っている急行なんですがこのねレアな急行にね次は乗車していきたいと思います。で急行なんですけど鈴鹿線内はですねもう各駅に止まる運用となっています。それではですねこちらの平田町駅のね急行に乗車していきたいと思います。鈴鹿線内ですので、ね、3両編成の急行となります。ちなみに列車はですね四日市駅始発の運用となっています。列車は間もなく鈴鹿線の終点駅となります平田町駅に到着となります。それではですね改札を出たいと思います。でこちらですね駅前のロータリーになります。で少し離れているんですけどもイオンモール鈴鹿のね最寄り駅ともなります。こちらですね駅舎の正面となります。ホームに戻ってきまして駅の構造をね少し紹介したいと思います。こちらですねおそらく以前は線路がねあったものと思われます。現在はですね一面一線構造となりましてご覧のようにですね行き止まりとなります。向かって右側ですねこちらに白線のね点線もありますので以前はねこちらも線路がね通っていたものと思われます。待合室もですね後から付けられたようなね作りとなっていますね。こちらですね伊勢若松方面になります。もうねいかにも線路が引いてありましたっていうような感じですね。
伊勢若松行きのね電車が入線です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の動画は以上となります。これにて鈴鹿線は完了です。引き続きね近鉄全駅シリーズもやっていきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。